旅行の達人。旅行の達人のお題です。今日は富山名物ます寿司ならこの10選で間違いなしをご紹介します。グルメ漫画おいしんぼの花咲明の出身地として有名な富山県、名物を挙げればキリがありませんが、その中でも特に人気があるのは酢飯の上に桜マスの薄切りを乗せたます寿司。早速チェックしていきましょう。一つ目にご紹介するのは吉田屋ます寿司本舗。安野屋駅から歩いてすぐのところにあり、このお店ならではは何といっても昆布ます寿司。富山名産の昆布を2種類使い、おぼろ昆布で包んだ酢飯の食感が口いっぱいに広がります。やや強めの酢飯の味がお好みの方におすすめのます寿司が揃っています。二つ目にご紹介するのはますの寿司本舗高田屋。初めて訪れる観光客でも分かりやすい大きな看板がある3階建てのビルにあります。なんと明治5年創業で、富山のます寿司屋さんの中では最も伝統のあるお店。メニューも一重と二重の2種類で、酢飯の酸味と甘みが程よく、140年余りの伝統のこだわりを感じさせます。3つ目にご紹介するのは元祖関の屋。諏訪川原駅から南に200メートルほど行ったところにある創業140年の歴史を誇る老舗です。ピンクと白ののれんが目印のこじんまりとした可愛いお店です。北海道産の桜マスで伝統の味を守り続けています。メニューは一重と二重の2種類ですが、お財布に余裕がある方は最高級のます寿司本マス船上生け締めをいただきましょう。お立ち寄りの前にはご予約を忘れずに。4つ目にご紹介するのは小木市ます寿司本舗。ます寿司ファンから絶大な支持を集める人気のお店。小泉町駅を降りてすぐのこちらのます寿司は、酢飯にとんかつを挟んでいるんじゃないかと思うぐらいのマスの肉厚がすごく、しかもしっかり脂が乗っていて、口に入れた時の食感たらもうたまりません。午前中で1日分が全て売り切れてしまうので、必ず予約を入れてからお出かけくださいね。5つ目にご紹介するのは青山総本舗。青山総本舗の公式ウェブサイトにはマス寿司の名店ならではのこだわりがしっかりと書かれています。めいめい包みといって、あらかじめ切り分けたます寿司を笹の葉で一個一個丁寧に包んであるのもその一つ。お店のます寿司に対する細やかな心遣いが忍ばれます。ます寿司の他にイカ墨を使った独特なイカの塩辛やとろろ昆布、桜マスの昆布締め、味噌漬け、氷見うどんも取り扱っておりますので、気に入ったらお土産にどうぞ。6つ目にご紹介するのは元祖関の屋。ます寿司といえば必ずその名が上がる明治11年創業の老舗。こちらのメニューはメインのます寿司が一重、二重、小一重、大二重の4種類。その他にぶり寿司、ミニマス、ミニカニ、ミニぶり、富士三昧といろいろ選べる楽しみがあります。お店のウェブサイトも特徴があり、ます寿司の歴史や味の秘密などを知れるので、先に予習していくのがいいかもしれません。7つ目にご紹介するのはますの寿司本舗源。ます寿司屋さんとしては結構規模が大きくて、お店の隣にます寿司の紹介と展示を行う源ますの寿司ミュージアムを構えています。こちらで販売しているのは大きく分けて5種類。伝承館ますの寿司、ますの寿司、ぶりの寿司、富山源の味うま煮など、まるで百貨店のように充実した品揃えが自慢です。お寿司だけでもマス、ブリ、サバと3種類もあり、春はホタルイカの釜飯、秋は松茸弁当、冬はブリ釜飯と、いつ来ても飽きないお店です。8つ目にご紹介するのは今井商店。石倉町にあるマス寿司屋さんです。こちらはマスの寿司一重とマスの寿司二重のシンプルなメニュー。ネットショップで注文できるので、自宅で食すのもまたいいかも。お寿司のバランスが取れていて、誰にでもおすすめできる安心のお店です。9つ目にご紹介するのは
高吉。桜橋駅から歩いてすぐの高吉のこだわりは、立山連峰の澄んだ水で育まれたコシヒカリと北海道産の桜マス。寿司作りの工程はすべて手作り。笹には天然の殺菌効果があるため、防腐剤などは一切使わない自然の味が自慢です。マス寿司の他に富山名産の昆布巻きかまぼこやイカの黒作り、ホタルイカ沖漬けなどもあり、いろいろな富山の味が楽しめます。こちらもネットショップができるので一度チェックしてみてくださいね。最後にご紹介するのはマスの寿司松川。萌木色の幕に松川の白い文字が浮かび、古き良き日本の懐かしさを感じさせる外観にほっとします。こちらのマス寿司はお米が命。寿司飯によく使われるコシヒカリではなく、天高くという富山の名物米を使って甘みを抑え、粘りと歯ごたえのあるお寿司に仕上がっています。メニューは一重と二重。他にもおなじみのホタルイカおきにや昆布巻きがあります。いかがでしたか？富山ます寿司協同組合のウェブサイトには富山ます寿司食べ歩きマップも掲載されていますので、合わせて参考にして富山のます寿司を存分に堪能してください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。